ウォルター・ロス・チャイルド動物学博物館にある、剥製標本。手前左が、ロシアン・ラップ・ドッグ、手前右が、メキシカン・ラップ・ドッグ・ラップ・ドッグは、イギリス原産のアイアン犬ン・の一つである。はじめは、基礎犬種に過ぎなかったが、本物の犬種にしようと作出が試みられたことがある。ため、実在の絶滅犬種としても捉えることができる。なお、本来のラップ・ドッグという英単語は、 愛外犬種全体を指す言葉である。ここでは、イギリスのウォルターロス・チャイルド動物学博物館で展示された標本及びそのステータスと再現しようとして作出が行われたものの両方を解説する。イギリスのウォルターロス・チャイルド動物学博物館には有名なラップドッグの標本が現在でも保管されている。博物館の資料によると、ラップドッグには 面下のようなふわふわした紐を持つロシアンラップドッグと顔が平坦で巻き毛を持つメキシカンラップドッグの2種類のタイプがあり、どちらもすでに全滅種であるという説明がなされていた。その標本はあまりにも小さく、19世紀頃には政権でもこんなに小さな犬種であるという誤認を招いたことがあった。どちらも片手に乗るほど小さいが、 特にメキシカンラップドッグはゴールデンハムスターと同じくらいの大きさしかなく実際にどこでブリーディングされ販売されているのかという問い合わせが相次いだ。現在このラップドッグたちはスピッツタイプの犬種の要件であると見られている。20世紀初めには様々な犬種に対する知識が広がり異様な人気も収束した。ラップドッグは上記にも述べたように本当は 犬種ではなかった。しかし、かつてそれを再現して、正真正銘の犬種とするためのブリーディングが行われていた。それは、トイプードルやポメラニアンなどの犬種を小型化して、ラップドッグを再現するというものであったが、極端な小型化に伴って、危険や虚弱体質の子犬が生まれる、危険性が高まり、すぐにブリーディング計画は放棄されてしまった。 なお、この方法で作出された、ラップドックは限りなく用紙が再現されていたと伝えられているが定かではない。現在は犬の健康状態を良好に保つことができないため、作出が禁止されている。ここで解説している、ラップドックとフィンランドのラップランド原産の犬種は全く別の、犬種である。ありがとうございます。